これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし木の葉を救った英雄の まさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。ここはやらせない。規模だと飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。朽ちることのない真実の物語。序章、九尾襲来。
こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。無事なのか。やつは一体。里も気になる。だが。あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。すでに希望などお前らには。戦闘開始。九尾を操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか。さあどうだ。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。
開始。します。
チャンスです。なら四角より連絡、走行機の準備完了しました。うん、作戦開始じゃ。行くぞ。じゃがこの歯は負けぬぞ。ここだ。これは契約封印。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。どうやら四代目ホカゲの名は伊達ではないようだな。お前を倒し里を守る、それが俺の役目だ。ニノダンだ。さすが四代目ホカゲ、この俺に手傷をくれ、キュービーを引き離すとはな。だがキュービーはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者、やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど今
里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。かかれ！またあれをやる気か。させるか、ボギー。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできた。俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。英雄、道警を背負い希望をもたらす。いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、
燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う。その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる。その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は ラーメン、ラーメン。しかもかかし先生のおごり、嬉しいってばよ。ま、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやっからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかし、その様子を見てると木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばやくって仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。て、そんなことどうでもいっか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。よ、
はあ、今日は何杯食べよっかな。かかし先生のおごりだから好きなだけ。いた！おい！やっと見つけたぜ。キバ、どうしたの？いいか、落ち着いて聞けよ。綱手様がほかげを解任された。ね、六代目は団蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど、裏の人間らしい。団蔵だと？団蔵って確か、サユの上司で。うん、そして以前、オロチマルとの結託を企んでたやつ。驚くのはそれだけじゃねえ。その六代目は抜け人として、サスケを始末する許可を出しやがった。え？どういうことだってばよ。これはまだ噂レベルで聞いただけだけどよ。サスケのやつは暁の一員として雲隠れの忍びに手を出しちまったらしい。サスケが暁？なんでそんなことになっちまってんだよ。知らねえよ。俺だって混乱してんだ。雲隠れの忍びをやったとなると、大影が黙っていない。そもそもサスケは抜け人だ。普通抜け人は抹殺するのがセオリー。今までは綱手様だったからこそ穏便に計らってくれただけだ。私、団蔵に会ってくる。俺も一緒に行くってばよ。待て、いきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよ。でもこのままじゃサスケは。だから待てって言ってんでしょう。今はとにかく冷静に行動するんだ。団蔵はお前たちが、特にナルト、お前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいる。そのまま怒鳴り込めば、それこそ団蔵の思うツボだ。奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞ。じゃあ一体どうすれば。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。行動はそれからでも遅くはない。今は耐えろ。落ち着け。いいな。わかりました。しかし、ついに動き始めたか、団蔵。団蔵様、準備が整いました。ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機。さて、お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びの世を確立してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されん。
その旨肝に銘じておけ。フー取るね。はっ。行くぞ。第一章、五影階段。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。カカシ先生はああ言ってたけど、けどやっぱり俺は。よし、